ついにあれが可愛くなります。可愛いオンラインです。ダダンダダダダダダンダダ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 ンダダ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 ダンダン。ソードアートオンラインオルタナティブガゲルオフライン。かわいい、かわいいねえ、皆さん、せーの、かわいい、ありがとう。次のコーナーいきますよ、はい、かわいいオンライン。かわいいね。どんなワードもちょい足ししてかわいく、かわいいオンラインへようこそ。どうも、拳を突き上げた勢いでお空にプーンと飛んでいっちゃう楠木たまりです。かわいい、飛んでけ。毎回変わるテーマに対して皆さんから送ってもらったかわいい付け足しワードをテーマの前後にくっつけてどんどん紹介していきます。そのテーマがどのくらいかわいくなるのか、最終的に一番かわいいワードを決めていきます。今回のテーマはですね、楠木たまりです。うぅー、もう可愛いんじゃないの？うん、嬉しいけど、うん、けどそしたらこのコーナー始まんないから。より、あ、よりよりプラスしていく感じでしょ。はい、はい、どんな感じでやる？今回はですね、何この2人、ちょっと、はい、特別ルールということで、ちなつちゃん、ようこちゃん、かずゆきくんがワードを選んでくれました。そしてそれが読まれたら、なんとなくそのワード通りの動きをします。あー、なるほどね、はい、いつもは動かないんだよ、ラジオだから、うんうん、それはそうだよ。私が可愛く読んで終わりなんですけど、もう今回はこのお三方に読んでいただいて、私が動くということでございますね、はい、これをひたすら繰り返していくっていうコーナーです。え、おきつさん、はい、かずゆきくんですよ。ようこちゃんだぞ。元気がいいな、二人。大丈夫、元気出して、可愛いから元気出して。よいしょ。じゃあもうズンズンいきますよ。起き上がるの時間がない。ましょう、やりましょう。からやりますよ。じゃあともりちゃんはちょっと動いてもらうので、うん、こちらの方に来ていただいてもよろしいですか。こっち、お願いします。あ、マイク持ったままでいいよ。いってらっしゃい。はい、じゃあちょっとここにね、可愛いの束がありますので、これを一緒に選んでいきましょう。ざっくりね、そう、これ何読まれるか本当に知らないんですよ。そうだから、まあ例えばくるくる回るクスノキとモリとかだったら、ともりちゃんここでくるくるって可愛く回ってくれるとか、おーい、そういうことです。特に勝ち負けとか、勝ち負けとかなく、可愛いクスノキとモリを鑑賞するコーナーです。えぐくないですか？なんか、え、めちゃくちゃいいやつばっかりで、いや、ちょっとね、いいのあるんですよね。私ね、これ好きなんですよね。あ、いい、私も思った。ここに一人で立たされてるのすごい恥ずかしいんだけど。じゃあいい？早速いっちゃっていい？はい、私からのリクエスト、ひらがなのプリンさんからいただきました、はい、スーパーで試食コーナーが気になるけど勇気が出なくて周りをうろうろするクスノキトモリ。あ、あれ美味しそうだな。でも、周りからなんか食い逃げって思われたらやだな。どうしよう、行こう。あ、でもちょっとやめとこうかな。でもあのソーセージ美味しそう。お嬢ちゃん、お嬢ちゃん食べるの、食べるの、お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、大丈夫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 、あ、美味しい、言っとけばよかった。すごい、迷いがない。かわいい、素晴らしい。これは結構な無茶ぶりも今のでね、いけるっていうことが発覚しましたね。仏、ね、ね、じゃあお二人もやりたいクスノキトモリを選んでください。私じゃあこれ、ペンネームウォンチュー与作さんからいただいたやつで、はい、買い物の代金をどんぐりで支払おうとするクスノキトモリ。かわいい。
これください。あ、110円ですか？ちょっと待ってくださいね。大きめのどんぐり一つと小さめのどんぐり一つ、どうですか？かわいい。かわいいね。かわいい。心が現れる。すごい。今もうこっから飛び降りたいですよ。あ、飛び降りたい。なるほどなるほど。じゃあこれにしようか。なんか余計なこと言っちゃったよ。どうしようどうしよう。なんか言っちゃった。ほって聞こえましたけど。これでもっと可愛くなりますよ。眠れない夜に、ペンネームセブンセイトさんからいただきました。眠れない夜に羊を数えていると、羊に紛れてたまに横切るクスノキトモリ。こっちだ。え、ちょっと小木さん協力が必要じゃないですか。寝てる人役。寝てる人役。あ、寝れないな。羊でも数えるかな。そうだな、やっぱ羊だよな。あ、犬じゃダメだよな。羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹、羊が4匹、羊が5匹、順番待ちしてる。羊が6匹、羊が7匹、羊が8匹、羊が9匹、羊が10匹、羊が11匹。トモリちゃん、思いっきり、思いっきり。羊が13匹。あらー今、クスノキトモリが飛んでったよ。めっちゃいい。私めっちゃ好き今の。すごい、うん、かわいい。あー今のいいわ。ちゃんと目をつぶってましたね。ちょっと今の超えるやつある。ラストだそうです。次で最後。ラスト次最後、次最後どうしましょうね。踏んじゃったらどうしようかってすごいハラハラしてた。ダダこねる。ダダこねるか。ちょっと待ってよ。はい、これか。本格的な。いや、これ待たないと終わらないからね。本格的なやつ。普通のやつはね。本格的なやつ。普通はちょっと省いていこうね。普通じゃない。普通じゃないやつがいい。普通じゃないやつ。普通じゃない。怖いなぁ。なんだろう。みんな微妙な反応しないでね。これあんまり普通じゃないですこれにする。これがいいかな。はい、じゃあこれで。ノットオンリーさんからいただいた、電話の保留の仕方が分からず、テンパって自分でメロディーを口ずさむクスノキトモリ。はい、あ、そんな感じで、はい、明日もよろしくお願い。あ、ちょっと待ってくださいね。あの、一つ要件思い出したので、今から書類取ってきますので、あ、少々お待ちください。はい。あれ、ちょっと待って、ちょっと、あれ、あ、どうしよう。あれ、保留ボタンない。あれ、あけない夜はないよ、ないよ。終わりだよ。いい保留音だね。まさかの生歌保留音ね。生歌合わせね、いいですね。頑張っ、うん、ともりすごいね。やっぱ思い切りがいい。うん、そう、発想力素晴らしいですね。どこかで鍛えられたんでしょうね。どこだ。どこだろうな。なんでしょうね。熱っ。いや、とても良かった。ありがとうございます。可愛かったですよね、皆さんね。めっちゃ可愛かった。そうだ、この中で今やった中で一番可愛いのを一応決めるコーナーなんですよ。あ、いや、そうだったの。そういえば、そうだ、そうなんですよ。誰どうしましょうね。私ちょっと飛び声が好きなんだよ。あ、羊さんですね。羊さん、オラーっていうあの言い方がね、すごいなんかちょっと少年っぽさもちょっとなんか垣間見えつつ、トモリらしさみたいなものもあって非常に可愛い。私気持ち悪い。そんなことないです。嬉しいです、嬉しいです。えって私が決めていいコーナーなの。いや、いいと思う。決めちゃいましょう。いいですよ、いいですよ。可愛かったですもん。もう一回、お客さんも頑張ったし。もう一回見たいな。え、もう一回。おお、あれもう一回。じゃあちょっとあの決まったショートバージョンで。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 じゃあもう一度サントモリぐらいでお願いします。俺か。俺がお願いします。エキシビションで。そうそうそう。あー眠い。あ、いや眠くないんだ。寝れない。あー寝れない。あー寝れない。寝れないな。そうだな。羊数えるか。あ、羊が1匹、
羊が2匹、羊が3匹、羊が4匹、ね、今、楠木ともりが飛んでかなかった？出てきたね、バージョンアップしてる。いいわ、超可愛い。やばい、ダメだ、もうダメだ。ちょっとあとに控えててもう一回最後でやってみて。終わった後やらせすぎ、やらせすぎ。3パターン目見たくなっちゃった。お客さんに怒られちゃう。はい、ということで、うん、以上可愛いオンラインでした。ズボーン、ダーン、ダーン、ヒュー、ドーン。違うな、ソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオフラインダ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 ン。帰っていいですか？